アユカケは、スズキモクカジカカに属する日本固有種の魚である。カマキリとも呼ばれる。山の神と同じく、甲賀海有の生活史を持つ中型カジカ類の一種である。本種は、以前、カジカ属とされていた。分子系統学解析により、従来のカジカ属は多系統群で、本種は山の神の姉妹群と推定されたことから、ディープレス部族となった。 体長は5センチメートルから3 0トル程度で、鱗はない。体色は、肺褐色の地に4本の暗色横帯で、胸びれは、吸盤状ではなく分離している。災害には1体の大きい棘と、その下部に3体の小さい棘を持つ。名前の由来は、災害にある棘に、餌となる魚をかけるとの伝承による。似た。 生活史を有するアユと比べ流速の速い流れでの遊泳能力が劣るため、園庭のほかアユやサツキマきます。サクラマスを主体称として設計された魚道での阻上も阻害されやすい。カマキリというと、昆虫のカマキリと間違えやすいため、アユかけと呼ばれることが多い。地方名、アラレガコ、アイキリ、アイカギ、タキタロウ、ゴリ、ドンハチなど動物植生で産卵期は冬。 沿岸岩礁帯域で散乱し、卵海は孵化するまでオスが保護をする。春に3センチメートル程度になると、川に遡上する。成熟した個体は秋に甲川し散乱する。生育指摘水温は10摂氏22度。生存可能な限界水温は24摂氏27度。一般に、砂歴形質を好み河川の中流域に生息するが、園庭などで遡上を阻害された個体は、 下流域から川口域にも生息する。養魚器は水生昆虫を餌とするが、成長すると魚も餌とする。1年で6から9センチメートル、2年で9から12センチメートル、3年で13から17センチメートル程度に成長する。メスは産卵を終えると、オスは稚魚が孵化し卵海の保護を終えると寿命が尽きる。石化けしてピクリとも動かない鮎かけ。 佐渡島。詳細地魚機を川口部で過ごすため、環境の悪化は生息数減少につながる。つまり、産業排水、家庭雑排水や農薬による水質の悪化と、川口付近に建設された石により川床が細かな、砂漠及び泥質に変化するとともに平坦化し地魚の隠れられる場所が減少することが、生息数減少に拍車をかけている。 天然の個体数が減少しているため、人工養殖と放流により、個体数の回復を図る試みも進められている。ゆかけの独特の生態や故障に関していくつかの伝承がある。ゆかけは石に化けると言われる。ゆかけは岩陰に隠れるとき小石模様の退色と、動かない習性で石に化けたように気配を消すことが知られている。遊泳力が低いため静止して、 餌の魚の夜の待ち伏せしたり、逃げるとき岩に多い岩にぴたりと沿わせ一体化し、同時ない様子はしばしば観察される。NHK の取材班は、鮎かけに、獲物が近寄ると呼吸を止め災害も動かさない、行動を撮影している。鮎かけは、トゲで鮎を捕まえるとも言われ、鮎かけのエラブタには鋭いトゲがあるが、これを待ち伏せた鮎等に引っ掛けて捕らえるとされる。和名。 あゆかけの由来であるが、今のところ実際には観察されていない。冬に腹を見せて浮かび下るとも言われる。あられの降る晩に大きな腹を上にして浮かびながら川を下るためあられが腹を叩くという。地方名、あられがこの由来である。実際に冬に高川するあゆかけは、産卵を控え大きな腹をしているが、腹を見せて流下する様子は、今のところ観察されていない。太平洋側は、 茨城県久慈川以南、日本海側は青森県深浦町津梅川以南、四国、九州に生息するが、瀬戸内海沿岸での定常的な生息は確認されていない。従来生息域の日本海側北限は秋田県大物川以南とされているが、1998年に青森県での発見例が報告されている。太平洋側北限は神奈川県とされていたが、 1995年の調査で久慈川での繁殖が報告されている。多くの自治体で希少な野生生物、絶滅危惧種として登録されるほか、福井県九ずり川は本種の生息地として国の天然記念物に指定されている。絶滅危惧種類、ありがとうございます。